ウィルヘルム・ボグナー・シニアウィルヘルム・ボグナー・シニアは1930年代に活躍したドイツのノルディックスキー選手。ノルディックスキー世界選手権において1934年に団体 40km で銀メダル、1935年にノルディック複合で銅メダルの計2つのメダルを獲得した。1936年のカルミッシュ・パルテン・キルヘンゴリンでは、 団体 40km で6位、ノルディック複合で12位となった。このオリンピックではオリンピック先生も言った。現役時11回のドイツチャンピオン及び5回のノルディックスキーのチャンピオンになった。これにより1932年にはアパレルラインを設立し、1936年の冬季五輪でスキーチームのドイツ代表へ服の供給を行った。 第二次世界大戦で捕虜になった後、1947年より仕事を再開した。彼は二つのイノベーションを起こした。1948年に発表した、マリリン・モンロー、ジェーン・マンスフィールド、イングリッド・バーグマンなどのモデルに基づいた最初のストレッチスキーパンツと1955年のチップトップ帽である。1956年のコルチナ・ダンペッツを投機、五輪で スキーアメリカ代表がアメリカ製の服が不適切に着用されていると訴えた際も彼のブランドの服を使用していた。1933年にマティアス・ボーオントルト・グスタフ・グステル・ミュラーと共に最初のトロフェーロ・メザラマに出場し3位となった。彼の息子であるウィリー・ボグナー・ジュニアは1950年代、60年代にアルペンスキー選手として成功した。 1960年のスコーバレーゴリンと1964年のインスブルック五輪にもドイツ代表で出場している。1967年には映画制作を行い、父の足跡をたどるスキーコレクションを1971年に開始した。1977年にボグナーシニアは亡くなったが、息子のボグナージュニアがアパレルラインを引き継ぎ、世界中で成長を続けている。 ストーリアでラバジェディアオスタ。ありがとうございます。